ちは、ロサンゼルスの小板です。今回の動画も Vlog の、延長みたいな感じになるんですけれども、私もですね、日々ロサンゼルスのガイドをさせていただいている中で、お客様にね、よく聞かれる質問があるんですね。それは、ユタさん、アメリカでどういったものを食べてるんですかってよく聞かれます。アメリカのね、食事っていうのは結構高カロリーだったりとか、一食ボーンっていうのが大きかったりするので、皆さんね、毎日どういうものを食べてらっしゃるのか気になるみたいで、結構そういう、質問も聞かれることが多いです。アメリカで生活していると、昼ご飯これ食べたから今日は夜を食べこれ食べようかなとか、あんまり考えて生活していないなというふうに思いまして、私の記録のためにもですね、私の食べているものを、1週間ぐらいずっと記録しました。今もうこれやった後に、オープニング撮らせていただいているんですけれども、すごい私生活のところを見せる感じになって恥ずかしいんですけれども、私もね、ちゃんと見返し、動画編集する中で見返して、改善していけたりとか、ここよかったなとか、ここはダメだったなとか思うところもあると思うので、アメリカ在住者の女性が、1週間どんなものを食べていたかっていうのを、もし気になる方は続きもどうぞご覧ください。ちょっと意外な感じになっていると思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、今日のブランチはお友達と一緒に人気のカフェで、ブランチなんですけれども、好きな、コンビーフのエッグベネディクトを買いました。これいくらだったっけ、15ドルかな。こちらのお店は有名なこのグリーンティーパンケーキがあるので、デザートとしてお友達と分けたいと思います。中にチョコチップ入ってんねん、ホワイトチョコの。はい、夕飯です。今日は、あんまり何もなくてお金もないので、袋ラーメンにしました。はい、袋ラーメン、豚骨の札幌一番の豚骨なんですけど、昨日ね、頑張ってチキンチャーシューを作っておいたので、すごい役に立ちました。チキンチャーシューと煮卵を昨日ちょっと作ったので、それを入れて、あと野菜が何もなかったんですが、これなんだっけ、チンゲン菜があったんで、それを茹でてキムチも入れてみました。今日の夕飯です。はい、2日目、朝です。朝はね、あんまり私朝ごはん食べれないんですけれども、温かいものは必ず飲みます。白湯だったりとか、今日はお客様にいただいた、なんかこの可愛らしい蜂蜜紅茶っていうのがあるので、この蜂蜜紅茶と、あとはヨーグルトを食べようと思います。ヨーグルトね、このブランドすごい好きで、やっぱり朝あんまり食べないんですけど、プロテインはなるべく摂るようにしてて、このヨーグルトね、12g ぐらいプロテイン入ってるので、味もね、いろんな種類があるんですけど、このヨーグルト気に入ってるので、これを食べたいと思います。はい、今から出かけるんですけれども、多分外で食べる、お昼ご飯食べると思うので、野菜不足になってしまいがちなので、今スムージーを作りました。このね、スムージーの、私がずっと もう3年ぐらい飲んでるんですけど、これ のレシピなんかも昔動画で撮ってると思うので、そちらもね、リンク載せておきたいと思います。今日はすごいチャンキーですね。もうちょっとブレンドすればよかったな。はい、今から昼ご飯でユニバーサルスタジオ近くのモールに来たんですけれども、ここがですね、昔はこんな格子がなかったんですけれども、ベンディングマシーンもガラスのね、あとに格子がついています。やっぱり割られたりしてるのかな。2日目のお昼です。ポケボールを買いました。サーモンとマグロと、タコかな、がなんかソースで、ミックスしてくれて、なんかトッピングでクリスピーガーリックとクリスピーオニオンって言ったんですけど、なんかすごいてんこ盛りになってるんですが、もうこれで、タックス入れていくらだ、20ドルですね。ミディアムで20ドルです。でも2人でもちょうどいいぐらいかな。はい、いただきます。3日目の朝です。朝というか、もう11時半ぐらいなんですけれども、昨日の、ね、夜ね、私夕飯食べなかったんですよね。なんかすごいちょっと疲れてて、ソファに転がってたらもうずっと寝てて、朝起きたら7時ぐらい でそれでちょっとね、今上の猫ちゃんが今ちょっと耳を怪我してまして、なんかこう
フッシュっていうのになってしまって、こう耳のね、今ちょっとまたね腫れてきちゃったんですけども、今コーンしてたんですが、このドーナツでの方がおトイレとかしやすいよって言われたんでドーナツ買ったんですけども、まあマルコのことも心配だったりとかしてちょっと寝ちゃって、昨日の夕飯は食べてないです。なのでね、ちょっとタンパク質を補充したいので、うわっ、ちょっと今シェーカーがちょっとなくなってしまってて、シェーカーの代わりにこれ使ったらちょっとまた漏れちゃいましたね。まあもうこの後すぐ昼ご飯ちょっと作ったりするんですけども、まずは、抹茶味のプロテインと、あとリンゴを食べます。はい、はい、お昼ご飯です。作りました。ちょっとね今このメニュー、ゴミ箱に入れちゃって、あーやばい、ビデオ撮ってないと思って、これ撮ったんですけど、すいません、来ただけで。私の動画でもいろいろ出ているこの HelloFresh っていうサブスクリプションやってまして、週に3回ね、ご飯、こういう材料とかが送られてきます。今日は、Tex-Mex Turkey Bowls ということで、メキシコっぽい、ちょっとスパイスの効いた、ターキーか、七面鳥の肉の、ご飯で、ちょっと卵は、トッピングでつけました。日本にいるとあんまりこうターキー食べることはあまりないと思うんですけども、アメリカはターキーの、ひき肉とかすごい売ってて、油分が少ないので、私もターキーのひき肉は結構食べるんですけども、この、ハローフレッシュでも、まあ、いろいろあるメニューの中からこれとこれとこれって選ぶことはできるんですが、まあ、ターキーがあればね、それを私は選ぶようにしております。それはちょっと違いますよ。日本にいるときはターキーなんか全然食べないし、まあ、ディズニーランドでターキー食べるぐらいだけど、あんまりスーパーとかにも売ってないのでね、それはちょっと食文化的には違うかなというふうに思います。どうだろう、うん、おいしい。サルサに今日パイナップルが入ってて、私あんまり料理にこうフルーツが入ってるのちょっと苦手なんですけど、これは結構合いますね。おいしい。はい、あとデザートにはですね、わかりますか、エレウォンで買いました。このナッツのチョコレートがけみたいなやつなんですけど、多分ね10個ぐらいしかこれ入ってないんですけども、瓶代も入れて20ドルですエレオンの動画がね、この動画より前に出てるか後に出てるかちょっとわかんないんですけども、そちらも見ていただければいいかなと思います。すごい私は憤慨してると思うのではい、今日の夕飯は、誕生日のねフリービーでもらってきたこのスモールファイアハースさんのターキーとかいっぱい入ったサンドイッチ買ったんですけど、去年まではねこの無料でもらえるサンドイッチがミディアムサイズだったんですよね。でも今年からスモールサイズに変わってて、すごいちっちゃいサンドイッチなんで、これだけだとお腹が空くかなと思いまして、今日作った、そぼろ、鶏のそぼろのご飯と、あと、お客様からいただいたかやのやさんの、フリーズドライのお味噌汁と、あとまあ野菜もなんか食べなきゃなと思ってチンゲン菜がねまだ残ってたんで、チンゲン菜と、卵をなんかちょっと炒めてみました。はい、なのでこのパンとご飯を食べる、一緒に食べるというなんかちょっと異色の組み合わせなんですけれども、今日はね同じ10月生まれの日本にいる親友とテレビ電話しながらご飯食べたいと思います。いただきます。はい、4日目のお昼からです。日本でにいる時に食べてる食生活とアメリカの時の食生活で一番違うことは、日本にいる時はちゃんと朝の時間、昼の時間、夜の時間ってちゃんと食べてたんですけど、アメリカは結構お腹が空いたら食べるっていうのが多くって、今何時だ、10時半ぐらいなんですけど、今からお客さんピックアップしていろいろご案内するので食べてる時間がないかなと思うので食べます。でちょっとお腹も空いてるっていうのもあるけど、朝ねプロテインしか飲んでないのでちょっと食べていきたいんですけど、お客様がもしお昼ご飯どっかで食べたいって言って同席する場合もあるんですけど、それだとね毎回インナーアウトとかバーガー系だとちょっと辛いので、自分で持ってったりする時もあります。今日は自分で作ったおにぎり、この海
とあとこの、レッドリボンさんっていうあのアメリカのあロサンゼルスだけなのかな、多分フィリピン系だよね、あのリクロおじさんのチーズケーキみたいなそういう蒸しパンみたいなあの有名なお店があるんですけど、それのこれ紫芋ウベか紫芋味を今1個持ってきたので、それをとこれをねちょっと今から食べたいと思います。うわすごい色ウベ味、あでもいい匂いだけどね、色がすごいな。まあでもウベが入ってるから着色料の色じゃないということを自分に言い聞かせて食べます。あやばい、おいしそう。これは美味しいですね。初めてウベ味食べたけど美味しい。あ焦げちゃったはい、今日の夕飯はハローフレッシュです。もうめっちゃ疲れたんでもうマック行っちゃおうかなと思ったんですけど、ちょっと最近太り始めてきちゃっているので、ちゃんと帰って作りました。ファヒータスパイスポークチョップのあーバーグラーボールというやつで、このねこのキノアみたいな下の、穀物がバーグラーというやつなんですけど、バーグラーじゃないかバーガーかバーグラーは盗む泥棒みたいな意味でしたねバーガーね、バルガってな日本語でなんて言うんだろうって調べたらブルグルって書いてあったんですけど、なんかインドとかでよく食べられている、穀物、粗挽きの穀物、小麦の一種っていう風に書いてありました。はい、今日もね朝からご案内しておりまして、朝ごはんは食べてなかったんですけども、今お客様エンジェルス球場にあのお送りして、今ねお客様があのツアーに行ってるので、その間待ち時間にねあのブランチというか朝ごはん昼ごはん兼用で食べたいと思います。まあ、大好きなパネラブレッドさんで、まあ、これはサブスクリプションの飲み物と、あと今日はこのチューズトゥーというのねいつも頼んでるんですけれども、大好きな、チキンの、チュポレサンドイッチかなの半分と、あとこの、チキンヌードルスープの、半分カップサイズとポテトがついて、15ドルですね。もう今昔2年ぐらい前まではまだね10ドル11ドルとか12ドルぐらいで買えてたんですけども、上がっちゃってきてますはい、でも美味しくいただきます。今日の、ブランチです。リトル東京の前にあるモンゾーさんという、うどん屋さんあるんですけど、そちらで、今日はちょっとね体調あんまり良くないのでうどんをいただきたいと思います。鶏天のうどんでちょっともうちょっと天ぷら食べたいなと思ったんで、半熟卵と、イカの天ぷらを買いました。お友達のカルボナラうどんも美味しそうです。いただきます。いくらだ15ドルぐらい。でもちょっとうどん少ないな。ね、朝から全然何も食べてなくって、今ね動画の撮影でエレモンという、まあ、超高級なオーガニックスーパーに行ったんですけれども、そこで、まあ、こちらのヘイリー・ビーバーさん、ジャスティン・ビーバーの奥さんの監修のスムージーを今飲んでね、ご飯食べようと思ったら結構これお腹に溜まったので、ちょっともうちょっと待とうかなと思ってます。皆さんこのスムージーあんまり大きくないんですけど、これ20ドルです。いや、あのエルモンさんのね動画もね、多分これがこの動画が出る頃にはもう上がってると思いますので、よろしければ見てください。とちょっとねなんかお寿司食べたい感じなんですけど、あのモールにね行く用事があるので、モールの中にくら寿司さんが入っているので、くら寿司でちょろっとだけ食べようかなと思っております。はい、夜というか、まあ、あのスムージーの後でくら寿司来ました。くら寿司さんアメリカは、ね、1皿3ドル50なんですけども、そんなにいっぱいは、ね、お金高いに食べれないんですけど、まあ、ちょっとまあ日本よりはそこまで美味しくないんですけど食べたいと思います。ちっせー、スパツナ入りのメニューがめっちゃ少なくなってます。本当に3ページだけ、こことこことここだけ。それの次はこういうアメリカで流行ってる、まあ、ロールとかになるんですけど、なんか握りがこんだけしかないって結構ショックだね。サンドスケーハンローといえばごぼうなんですけど、ごぼうの代わりに人参になってました。経費削減かな。そう、私ごぼうが欲しかったのに。
個皿で、20ドルでした。さっき のスムージーと同じって考えるといかにスムージーが高いかが分かります。はい、夕飯になりました。またすっぴんだな。もうずっと最近すっぴんですみません。ちゃんと化粧しなきゃいけない。ですね、担当させていただく、お客様からいろんなね、日本からありがたいことに日本からお土産いただいたりするんですけども、まあそれもね、食べていかないと溜まってしまうので、これをねいただいたんですよね。かえのやさんの出汁いただくこと結構多いんですけども、かえのやさんの出汁が出しているしゃぶしゃぶのなんか元みたいなのがあって、一人鍋を作りました。よいしょ。はい、ちょっとね、豚肉が思ってたよりもちょっと熱かったんですけれども、今日はこの、かやのやさんの、だししゃぶみたいなのをいただきたいと思います。もっとすごい薄い豚肉だったらもっと美味しかったかも。締めにね、うどんを入れたら美味しいよって書いてあるんですけど、うどん買ってくるの忘れちゃったんですよね。はい、お昼ご飯、朝ご飯は動画撮れなかったんですけど、プロテインしか飲みませんでした。昼ご飯が日本に行った時にアパホテルに泊まって、なんかカレーをもらったんですよね。ちょっとそれあったんで、ご飯チンしてそれかけてみました。まあ、ちょっと目玉焼きは作りましたけど、あとお客様にいただいたなんか美味しそうなどら焼きをデザートに食べたいと思います。お昼ご飯です。ちょっと野菜足りてないから、夜はちょっと野菜を足らないといけないですね。なんか考えます。ご飯のスイッチを入れるのを忘れていて、まだご飯ができてないんですけれども、豆腐ハンバーグとおひたしと、あとちょっとなんか餃子食べたいなと思ったんで、冷凍の餃子を焼きました。はい、あと納豆と、あと今ご飯待ちです。はい、今日はね、頑張って日本食作れました。今年の夏ね、お姉ちゃんとかお父さんとかと何回も作ったこの豆腐ハンバーグ食べたいと思います。はい、今日も朝からお客様ご案内していて、今、サンタモニカのアースカフェさんで、お食事してもらってます。私もね、何も買わなくてもよかったんですけど、なんか飲みたいなと思って、グリーンティーの、ラテを買いました。7ドル50でございます。ちょっといろいろ食べたいものもあったけど、お金の節約ということでラテだけにします。はい、今日のお昼は、ベトナムのフォーを食べに来ました。フォーのスモールと、あと春巻き1つ、これで、だいたい20ドルくらいかな。でもね、ここ のお肉すごい美味しいですし、また量も多いのでね、食べきれなかった分は持ち帰りたいなと思います。いただきます。はい、時刻は8時50分でございます。今日ね、お昼ご飯食べたのが4時ぐらいだったかな、少し遅かったので、今になってね、お腹が空いてきてしまいました。でね、まあ、家にはお野菜とかもちょっと残ってたりするので、結構いいものね、作ろうと思えば作れるんですけども、もう本当に今日何も作りたくなくて、あとはまあ金曜日っていうのもあって、なんか楽したいなと思ってたんですけどもね、ちょうどその時にまあ好きなチャンネルのエガチャンネルさん のハンバーガーの会を見ていて、マクドナルドのフィレオフィッシュがどうしても食べたくなっちゃったんですよ。ということで今ピックアップに来ました。でね、まあ、ポテトやめてバーガーだけしようと思ったんですけど、金曜日は、ミディアムポテトがただの日なので、ポチッとでそちらも行っちゃいました。ここに入れる人、共感してもらえる人いるかな。はい、食べてるものをですね、記録しだしてから、気づいたらですね、もう7日間以上記録してまして、まあ、というのも私1日2食だったりとかすることがあるので、なんか何日目か分かんなくなっちゃってきて、多分見てたらね、もう7日目終わってんじゃんって思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、それが終わってからね、まあ、この締めの動画を撮ろうと思ったんですけど、ちょっと風邪をひいてしまいまして、3日間ぐらい、ね、寝込んでおりました。で、今日ね、だいぶ風ももう良くなったので、最後はですね、この今ちょっと
スーパーに行って久しぶりにお寿司を買ってきましたので、このお寿司を食べながらちょっと私もね、今まで食べたものとかちょっと動画見返して総括をしたいと思います。ちなみにこの、お寿司は20ドルでございました。はい、スーパーのお寿司です。美味しそうです。ですね、見ていただいたかと思うので分かると思うんですけれども、私にしてはまあ結構自炊してたかなと思います。まあ作ってるものもね、全然アメリカに住んでる人っぽくないと思われたかと思うんですけれども、まあ自分でも見てて、あ、まあまあ自炊してるなと思いつつ、でもあんまりやっぱり野菜取ってないなと思いましたね。あとやっぱり外食すると野菜は取り、あんまり取れないですね、アメリカの食事っていうのは。まあ気をつければできると思うんですけれども、まあそういうなんか一品ボンっていうものになっちゃうので、日本でいうこういう定食みたいなね、小鉢がいろいろあってっていうのがあんまり手に入りにくいので、まあ、そういった面ではね、アメリカで外食をしているとだいぶ野菜不足になってしまうなというふうに感じました、まあ、今回私もね、まあ、何も考えずにとりあえず自分が食べるものを全部取っていったんですけれども、バランスめちゃめちゃ悪い日もあればちゃんと野菜食べてるじゃんっていう日もあればっていう感じなんですけども、やっぱ日本にいた時は本当に朝昼晩でちゃんとね、同じぐらいの時間帯に食べていたので、まあ、そういうことがアメリカにいるとできてないなっていうのを本当に感じますね。今回私もこういう風に自分の食生活をとってみて、ちゃんとね、定期的に食べなきゃなっていう風に感じました。まあ、しかもね、あんまり食べてないのに2食とかの時もあるのに、日本からアメリカに帰ってきてからもう3キロ太ってるのでなのでやっぱりね、食べる内容があんまり良くないんだなと思いつつ、まあちょっとこれからのね、食生活も見直しながら、外でばっか食べてると本当にお金もかさみますし、これから私もね、自炊なんかして、もうちょっと頑張ってしていきたいと思います。まあそういった姿もね、私の Vlog なんかで見ていただけると思いますので、なんか簡単にすごい美味しい、ヘルシーなメニュー等がありましたら、コメント等で教えてください。皆さんの方がいっぱい知ってらっしゃると思うので。はい、ということで、まあ、今回は私の食生活を、まあ、1週間ちょっとですね、レコードさせていただきました。見ていただいてありがとうございました。それではまた次の Vlog でお会いしましょう。バイバイ。